はい、えぇ、ー、2023年、あの、初抽選でしたけど、えっ、ー、と、抽選ライブやったようにね、はい、あのー、3数字に終わりました。で、えー、悔やむのは、その04と、えぇ、ー、14がどうにかならんかったかなっていう、 反省もありました。で、11に関しては、最初の時点で本命数字を29か11にしようかって、が臭いと思ってて、で、こっち取ったんですよ。こっちは本数字になったから、こっちは正解だったんだと思うんですけど、やっぱり、ここっすね。うん。ここと、ここっすね。うん。あ他はちょっと、どうにもならんかったっすね。で、年末ね、あの、 あなので、こういう感じで、で、下の方ちょっと見せられませんけど、ここちょっと、あのー、この解除のゴールドバーのこの紙切って貼って、ちょっとここを隠させてもらいます。その毎回申し訳ないんですけど、ここは情報戦になってしまうんで、で、まあ、今日、だから本当に取れると思ってたんですよ。正直。あの、で、あの、 もうやるだけのことやってきたんです。あのー、栄意努力、鋭意研究やってきたってことです。あのー、どういうことかっていうと、やるだけのことをやったってことです。で、栄意努力って、これ、今週のヤンマガ見てもらえ、ヤンマガの会時のページ見てもらえばわかるんですけど、遠藤が、あ、言ってる、遠藤の、の、が、ね、言って、あのー、定、定期、定愛のね、栄意努力。 っていう言葉使ってるんですけど、まさにお、これがマッチしてるなと思ったんですけど、もうほんとやるだけのことやってきた。で、前回、年末、このような結果になったと。で、この中から、今回引っ張るなと思ったんですよ、俺は。で、引っ張るのどれだろうなと思って、05選べてましたよね。はい。05選べてた。で、31は引っ張ると思ってたんですよ。で、37ないなと。で、07ないな。これ正解です。 で、08もないな。で、13ね、ロト6で、僕用のロト6で出たんですけど、で、これ、考えてたんですけど、ロト6で出たんで、あえてこれ、おとりだなと思って、ないなと。で、33も最初からガンなかったです。で、23は、あのー、久々に出たんですけど、この前。あ、これとこれがね。あ、これもないなと。久々出たんで。で、26はちょっと正直言うと、 入ってたり入ってなかったりしてます。<laughs> フォーメーションで。で、結局、あのー、読み通りだったんですよ。この引っ張るのが05と31引っ張ったんですよ。で、こっち側ね、全く出ないか、出るかで迷ってて、で、出ない方にかけたんですよ。14も最初考えてたんだけど、入れようと思ってたんですけど。そしたらボーナスで出ちゃったっすね。ここ全く出ないっていうのを予想したんですよ。 で、ここはもう、29と他の数字も選んでるんだけど、01がまさかね、えー、また出ると思わなくて。で、もうこの状況になって、あのー、こことここと、ここ選べてるって、上出来かなと思うんですけど、ちょっと悔やむのが、こ、ここ、こことここだってことですね。で、連番になる、必ずなるなぁと思ってたんで、で、 これ3連番ももしかしたらあるなと思ったら4連番になったと。で、自分、連番連番でいく、連番と3連番ってやっぱりね、選びづらいんですよ、やっぱり。うん。で、連番連番っていうのはあるなと思って、ここの連番か、ここの連番か、まぁ13と14は結局消しちゃったんだけど、13はないと思ったから、こっち、こっちも消したんですよ。あの、こっちをやめたんですよ。で、 ここの連番か、ここの連番か、ここの連番か、うーんと、ここの連番か、ここの連番、ありうるかなと思ったんですよ。で、えー、まあ、このような結果はね、ちょっと、難しいです。正直、あのー、更新状態です。正直、今回最低でも倒産できると思ってて、でも、すごい手応えあったんですよ。はい。 5数字くらいいけるなっていう、自分の中で感覚。もう、だから、やるだけのことやってきたんですよ。だけど、ここはちょっと、選べんかったですね。例えるなら、あの、あのー、屋上にはしご、て、鉄の、鉄合の梯子ご、えー、はしごで登って、登ったけどそれが、あのー、登り切ったと思ったら、<laughs> その鉄格子が落ちたみたいな、そんな、そんな外し方ですごいね、ショックでかいんですよ。で、かなりやられてるんで、まあちょっと、週末また来と行くかどうか考えてますね。ちょっと、かなり、あの、ダメージでかいで精神的にも、金額的にもですけど。まあでも来週はやろうと思ってるんで、で、来週ダメだったら俺ちょっと、 ちょっと一周、ああ、どうなるかわかんないな。キャリリオーバー続くとまたやってしまうっていうパターンになるかもしれないですけど。えー、まあ、とにかく今回は、あのー、そうですね、とも引きで、とも引きだったんですよ。で、とも引きっていうのは、の特徴の、あの、とも引きの特徴の引っ張り方なんですよ、これ。だから、あのー、これとこれ選べてるんですよ。まあ、消去法、ある程度や、やりましたけど、 で、まあ、正解には、ほ、本当たどり着けたと思ってるんですよ。問題は、こことここを選べれてれば、引っ掛けられた、あの、4数字か、あの、まっ当かだ。で、いけたと思うんですよね。本当はそこだけですね。もう、あとは、ちょっと厳しいです。あとの数字は。うん。やるだけのことはやった。えー、以上です。えい、ー、努力、えい、ー、研究はやった。以上です。次回の、 あのー、次回は全く読めません。これの後なんで。うーん、ばらけてほしいですけどね。またなんか一桁がちょっと続く。うーん、複数出る可能性も、この場合はあるんで、うんちょっと読めないですね。